私は亀田和明と申します。ウガンダで日本の大使を2年間ぐらいやっています。で、初めてですね、このブインディの国立公園に来ました。ここは世界でもですね、マウンテンゴリラが見られる唯一の場所なんですね。全部で800頭から900頭いる中で、このビューインディの国立公園には約400頭ぐらい、半分ぐらいは見られますので、そういうユニークな貴重な経験をしていただければ面白いと思います。本当に面白かったです。自然の熱帯雨林なんですね。そういうところでトレッキングしながらゴリラと出会うという経験をぜひしていただけると面白いと思います。どうぞウガンダのブインディに来てください。素晴らしいコンビネーションで、キヒヒという飛行場に降りたんですけども、そこのすぐ隣がもうゴルフ場になっておりまして、そこから2時間ぐらい走ってくると、このブインディの原生林でゴリラトレッキングを今日したということで、非常に体のコンディションも非常にいいです。ゴルフ好きの方はぜひ、ゴルフで、ワンラウンドなしはハーフを回っていただいて、こちらの方に、来てすがすがしい気持ちで、ゴリラトレッキングに備えるというのは非常に珍しい、企画で、多くの人に楽しんでいただけると思います。まあ、このゴリラトレッキングはマウンテンゴリラがここにしかいないということで、ゴリラの家族に会えて非常に感動をしました。まして赤ちゃんゴリラ、あれ非常に可愛くて、まあ本当に目が可愛いから行動が可愛いということで、非常にもう感激しっぱなしでした。とっても満足でした。ベイビーはとっても可愛いし、シルバーバック、はい、良かったです。